皆さんこんばんは。こんばんは。ハロープロジェクト25周年スペシャル FC イベントにようこそお越しくださいました。このイベントは2011年から2016年の6年間にフューチャーして、この時代をギュッと凝縮してお届けします。4人くらいはこの2011年から16年デビューをね迎えてるんですけど、はい、デビューしてなかった人、はい、みんなは何してたのかな11年。なんか無邪気に無邪気にしてました。無邪気にしてました。ドッジボールとかしてましたね。そうなんですね。そうですか。日は日は来る日も来る日も花の研究に明け暮れた。どんな花も必ず枯れて朽ち果てる。太陽がこの恋が眩しすぎて、愛し方も伝え方もわからずにいるけど、そのままでいいんだよ。 Do we alright? 空が笑って、今はただ素直な気持ちを言える。ああ純情は吐く気、ごめんなさい、今しかできない、精いっぱいの愛をぶつけたいの。月さんさめしない、君もハートまで届け、ほらキュン。ステージは2017年から2023年までの7年間にフューチャーして、この時代をギュッと凝縮してお届けします。さあ出かけよう、きっと届くから、髪を切って夢を磨く、好きな空を目指すために、恋の UFO キャッチャー、あなたのこといつの日かきっと捕まえたい、恋の UFO キャッチャー、惜しいとこで今日もうまくつかめず恋浮いてる。25周年スーパーざっくり振り返りクイズ。この企画は2017年から2023年までの7年間のハロープロジェクトの出来事と、その当時社会で起こった出来事をスーパーざっくり紹介しながら、各年代のクイズに答えてもらおうという企画です。2019年はハロープロジェクト各グループのオフィシャルインスタグラムが開設され、カントリーガールズが活動を休止しました。そんな2019年からクイズです。はい。この年、2024年度をめどに新紙幣を発行することが発表されました。うん、はい、待って、バカだからわかんない。さて、新紙幣の1万円札の肖像は誰になるでしょうか。今ゆきち、人間ですよね。建物確かに建物もあるよね。建物もある。建物の場合も。じゃあヒントを言うと、大河ドラマにもなったほにゃらら A1、 渋沢 A1。 今何時、今何時、精一杯の合図、何回も何回もおまじないみたいに、今3時、第3時、まるで気づいてないが、鈍感で呆れちゃうわ、私のダーリン、頑張り行くみ